東、大谷高等学校は、大阪府堺市南区にある私立高等学校である。学校法人大谷学園が運営し、信州大谷派を見学の理念として教育を行っている。親鸞の見教えに基づく報恩感謝の念を培うという見学の精神にのっとり、宗教的情操教育を通じて、知、徳、体を備えた調和ある人物の育成を目指している。2013年に大阪府堺市南区三原台に新校舎となる泉が丘キャンパスに移転し、男女共学となった。旧校舎となる阿倍野キャンパスも併用していたが、2015年4月からは泉が丘キャンパスのみを使用。制服は長らく1937年制定のセーラー服であったが、2013年の泉が丘移転、共学化の際に新しく青色をモチーフにしたブレザーでストライプ柄が特徴的な制服となった。また、東大谷の頭文字の H 字をかたどったロゴマークも新しく作られ、上昇、無限、加速、成長を意味している。泉が丘駅改札を出てから徒歩13分。学校へはスクールバスが運行されている。また、自転車通学も可能である。1909年に信州大谷派僧侶の佐藤良州によって大阪市東区北九太郎町4丁目の信州大谷派難波別院境内に大谷西方女学校が設立された。1911年に大谷女学校に改称。1920年に御堂筋の拡幅計画が発表され、学校敷地が道路用地となった。このため、東成郡天王寺村大字天王寺字共立に新校地を確保するとともに、高等女学校と旧制女子専門学校も新設されることとなった。阿倍野の新校地には、1924年に大谷高等女学校、1930年に大谷女子専門学校が設立され、1931年に大谷女学校が南御堂から移転した。1936年に高等女学校に改編され、第二大谷高等女学校に改称。1946年に東大谷高等女学校に改称。学制改革により、1947年に新制中学校の東大谷中学校が設立され、1948年に高等女学校を新制高等学校に改編して、東大谷高等学校に改称。1976年に東大谷中学校が廃校となり、高等学校のみとなっている。2013年に堺市南区三原台のヤングタウン跡地の一角へ移転し、男女共学となった。他にも様々な校則があり違反した場合特別指導をすることがある。なお、国際コースの希望者は1年時に3ヶ月、または1年間ニュージーランドへ留学する。2020年度の入学生より、各個人でパソコンを購入。入学後はパソコンによるプレゼンテーションや連絡などを行うようになっている。We Are Sneaker Ages 2018準決勝。進出 We Are Sneaker Ages 2019準決勝。進出泉佐野便及び、古市駅は2019年度をもって廃止。2020年度以降、古市便は、富田林便として運行。ありがとうございます。